第17回東京国際レズビアン&ゲイ映画祭にご来場いただきありがとうございます。不思議の国の女たち、そしてフリーヘルド、全くタイプの違う2つの作品をお楽しみいただきました。さて、本日はですね、トークセッションということで、2名のゲストの方にお越しいただきまして、お話を伺いたいと思います。お一人目は、元大阪府議会議員で2005年にレズビアンであることを公にカミングアウト、日本で初めてカミングアウトしている政治家となった尾辻かな子さん、それから東京パブリック法律事務所の弁護士でいらっしゃいます山下俊正さん、それではですね、2名お迎えしたいと思いますが、今回英語通訳そちらの方で玲奈さん、それから手話通訳を高島さんお願いしております。では、ご登場いただきますので皆さん拍手でお迎えください。それではまずですね、ちょっと自己紹介と、あとそれから、フリーヘルドを今日は中心にお話を伺うんですけれども、映画の感想などから伺わせていただけますでしょうか。どうも皆さんこんにちは、尾辻です。まあすごい落差でしたよね、あの1本目と2本目のあのなんか1本目のなんかもうレズビアン万歳みたいな、もう今日は20人と中したのって言ってて、すごい世界があるんだ、そしてフリーヘルド、というところで、いろんな現実が今世界で起こってる、アメリカでも起こってる、日本でも起こってる、まあ、それの一面が2つのドキュメンタリーでよく出てたんじゃないかなと思います。今日の、ね、山下さんとのトークはフリーヘルドを中心に、中心というかフリーヘルドしか山下さんね、はい、弁護士さんですからね、はい、ということでお話をしていければと思うんですけれども、フリーヘルドを見ての感想としては、やっぱり現実の重さ、なんというか普通に生活を、普通って何、普段生活をしていて、例えば、自分にパートナーがいて、パートナーが病気で亡くなる、もしくは自分が病気で亡くなるって考えませんよね。とか、なんかやっぱり不吉なことやから、やっぱり考えたくない、想像したくない、そういうのを想像すると毎日苦しくなるっていうのがあって、やっぱり目を背けてる部分だと思うんですね。その目を背けてる部分が今回私たちは直視する、そういうドキュメンタリーになったんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。山下さんお願いします。はい、弁護士の山下です。自己紹介ということで、身長体重年齢は167-71の29でございます。ほんまに言うやほんまに言うと思わへんかった今。東京パブリック法律事務所という弁護士会が作った、公設事務所に勤務しています。専門は過労死、過労自殺などの労災の事件と、それから少年事件、虐待事件などの子どもの事件、それから北朝鮮の人権問題と、このゲイレズビアンの問題に取り組んでいます。感想ですが、日本の弁護士なのでちょっと制度上わからないことも結構あったりとか、あとはこうプラカードを持って叫んでる人たちいましたけど、日本ですと法廷ですとか行政の手続きであれやったら即刻出てけと言われるのが、やっぱりアメリカは関与だなと思ったのもありますが、やっぱり大きいのはですね、弁護士としておかしいものにおかしいと声を上げて結論が変わるというのは実際に自分の事件でも担当して、こう充実した気持ちになったりもしますが、こちらの方はこう、弁護士今回出てきてませんでしたけれども、市民の皆さんでおかしいというふうに声を上げて実際に結論が変わっていった、それも日本で認められていない年金の支給について認められたというのをこう見ていて非常に素直に感動しましたね。はい、じゃあ今日はとりあえずそういった実際に日本の制度についても私たち日本人自身、まだ特に若い方はあまり理解されていない方も多いと思うので、まずアメリカと日本のは違いますので、今ちょっとフリーヘルドではああいう形になっておりましたが、年金制度とかそういったトラブル、あと
2人のうちの片方が、まあ、亡くなってしまった時に起こるトラブルとか、そういったところをまず、最初に、私たちの知らない年金の話を山下さんにご説明いただいて、はい、その後、辻さんに、はい、その辺りの話をいろいろしていただきたいと思います。な